グッズの案がありまして、はいはい、一つはこちら、はい、お手元の資料をご覧いただけますかね。はい、イヤホンジャックアクセサリーでございます。はいはいはい。こちらの写真に刺さっている、なんて言うんですかね。これ鬼ですか？違います。違いますよ。え？鬼じゃないですよ。鬼かと思って。鬼じゃない。これ中村誕生会の時に、これおめでとうございますっていうのイラストであったこれが。そうですね、そうなんです。中村さんの誰かが、鬼？違います。鬼じゃないですよ。なんでうちのマネージャー、チーフマネージャーみたいな同じようなこと言うんですか？違います。猫です。猫。あ、猫。猫です。そしてもう一つはですね、はい、フリースタのメッセンジャーバッグを作ることになりまして、こちらもお手元のデザイン画を見ていただけるとわかるんですが、はい、シンプルなデザインとなっております。うん、これ字体とか色は私が考案させていただいて。これ普通に学校に持ってきますね。そうですね、うん。フリースタイルって入っているので。うん、Hey, my girl, そのカバンは何だ？あれ、アメリカになってる、すごい。あははは、早見の番組、フリースタイルさ。めっちゃフリースタイルの発音がいいな。これ、杉田おじさんも、実費で買って。いやいや、お送りしますよね。こういうのはね、愛情の表れ方として、自分で買わなきゃいけない。いやいやいや、もう。早見さんの話を、たっぷり聞こうのコーナー。もう説明すると時間使ってめんどくさいんで、すごい早めましていきます。はい、先日収録した DDCD の特別版では、ハイミさんが進行役となっていろいろ僕の話をさせていただきましたが、今回はフリスタリスナーのため、そして僕のためにも、ハイミさんの話をたっぷりと聞こうじゃないかという趣旨のもと、ハイミさんに聞きたい質問を考えてきました。はい。何ですか、この。簡単に言うと、僕の方から DJCD とは逆の立場で。はぁ、うん。私かなり DJCD で杉田さんの話掘り下げましたもんね。うまいよね。わざわざ隣に座ってまでもな。そういう企画もありました。あれは誰の台本ですか？あれ誰が、ね、誰の企画だったんだ、全くあれは。もう全力で感謝して。てか、こんなコーナーがあるんですね。ありますよ。いいんですか、杉田さんにむしろ進行をお任せしてしまって。大丈夫。よくやらされるから大丈夫。はい、ああ、そうですよね。もう、杉田さんにお任せしとけば。うん。じゃあ、例えばですね。例えば。早見さん、はい、兄弟欲しかった？ああ、そうですね。いたらなって考えたことありますね。うん、例えば、はい、妹がいたらどんな風に可愛がる？一緒に、洋服を見に行きます。ほうほう。はいはい。可愛いだろうな。お姉ちゃんいたら？お姉ちゃんいたら、一緒に、洋服を見に行きます。多分距離感がね、緑さんも挟んでね。なんか三姉妹に見えるみたいな、ね。そうですね。おい、夢のような話じゃないか。いいのか、こんな普通の話してて。こういう話をするんですね。はい、はい、理解しました。はい、じゃあ、はい、こんな感じですか？なんか緊張しますね。私、普段聞いてるから。はい、はい。旦那さんがいたら、旦那にこういうことしたいってあります？なんか一緒にしたいこととか。旦那さんがいたら一緒にしたいことですか？うん、急にポジションが難しくなります。俺一緒に夕飯作りたい。ああ、うん、あ、そうですね。一緒に夕飯作るのいいですね。うん、そうだなぁ。あ、なんか休日に、うん、なんか出かけたい。ほうほう。車とか。車。なんか一緒にこう、うん、どっかに行きたい。ほうほう。かな？アウトドアとか。そうだ、早見さん免許ね。そうです、取りましたから私。取りましたから、ね、むしろ私が運転して。モビルスーツのね。そっち？じゃあね。はい。早見さん、スポーツは得意ですか？あんまり得意じゃない。あんまり得意じゃない、ね。波くらいです。はい。あんまり得意じゃないとお聞きしたので。はい、誰ですか、誰だろう。それでも無理くりオリンピックに出されるとしたら、どの種目に出たいですか？なんだろう、無理くりですか、うん、あ、私あれがいいです。補欠さんがやってるやつ。ほう。馬？あ、馬術か。馬術？はいはい。今、ちょうどタリタリというアニメをやっていて、はいはいはい、それで、その私がやってる女の子が馬に乗るんですよ。はいはい。で、結構馬の話とかしてて、うん、最近すごい馬いいなと思ってて、ほうほう。だからちょっと馬術がいいかな。早見ピックっていう企画やりませんか？まだまだいけるかい？全然いけます、はい。リスナーさんの聞きたいことって言ってももうわかんねえからな。ぜひ杉田さんの。俺の聞きたい話でいいかな。はい、何ですか、ね、じゃあ、早見さんが見た、ゆうきさんの弱点教えて。はあ、おいちゃんの弱点。俺いじめるから、いつか仕返ししたくて、とりあえず今弱点を今探してるところなんだ。褒めることですね。褒めること。褒める？こう、真剣に褒められたりとかするの、うん、結構、照れるんですよ。ほう。で、もう、やめろよみたいになるのが見れます。はいはい、なるほど。おいちゃんを真剣に褒めると。なるほど。こう、いじってるみたいになると、あれなんですけど、うん、ちゃんと褒めると、それは早見さんもそうなんじゃないのかな。私もそうですね。今日もだって、はい、メガネが可愛いし、いや、早見さんが可愛いんだけども。何ですか、それ。いやいや。もう、
なんか、まあこれ DZCD のあの企画を思います。うわぁ、もうやだ、あの企画。うっかり言って、俺もブレーキがかかってしまった。これどうするの？はい、次の質問に行きましょう。はい、次。じゃあ、早見さん、好きな鉄章は何ですか？鉄章？鉄章って何ですか？僕、源田鉄章さんなんで。あ、私、そうですね、源田鉄章さん以外の鉄章がまず思い浮かばないんですけど。好きな鉄章は、源田鉄章、ね。やっぱ源田鉄章さん、ね。そうですね。はい、あるんですか選択肢に。いや、源田鉄章さん、ね。そうですね。やっぱ、残された鉄章はそれしかないですかね。じゃあ好きな番長は好きな番長は、そうですね。うん、銀河番長さんしか思い浮かばない。あとは大胆3の主人公とかね。波乱番長とかね。あ、僕も銀河さんが好きです。そうですね。波乱か銀河かといえば、まあ銀河ですね。銀河さんの真似してみよう、とりあえず。え、うん、銀河さんの真似、うん、どんな感じだろうか。銀河さんのモノマネはわからない。注目の鑑定は CM の後。はい、まだまだいけるかな。何これ。まだまだいける。あともう一個。あと一個。あともう一個。はいはいはい。そうだな。恥ずかしい、なんかこのコーナー。じゃあ、はい。付き合う人に、はい。求める条件みたいなものありますか。付き合う人に求める条件。うん、そうですね。なんだろう。嬉しそうだと嬉しいなとか。フィーリングが合う。感覚ですか？感覚ですかね。雰囲気とか、うんうん、よくまあ最近の若い子にありがちかもしれないですけど、雰囲気とかかな。なんかそんなに過剰書きに上げられる感じじゃないですかね。じゃあ予行練習のため、このときめきメモリアルガールズサイド、サードストーリーをやるといいぜ。ありがとうございます。てれー。ちょっと私やったことあるんですよ。ときめきメモリアルガールズサイド。はい。いただいて、やったんですよ、私。そっか。やりました。でもクリアはできてないです。クリアはできず、なんか、うん、なんかね、ラブプラスやった時もそうなんですけど、うん、なんか怒られるんですよね、真ん中にすごい。もっとちゃんと勉強してみたいな。まだまだかなみたいなの言われたりとかして。あれどっちがどっちだあおかしいぞ。すごいね。言われるね。あゆみさん、こちょこちょって弱い？くすぐりってことですか、うん、あー、弱いです。と思いますね。なるほど。何ですか、その振りは。いやいや、これ、ゆうきさんに教えておかないと、ね。やめてください。いや、でも、あおいちゃんも弱いですよ、うん、確か。ほほー。ほほー。弱いです。でも、私、一時期強かった時期があったんですよ、ね。そんな時期ってあるんですか？あります、あります。え？あります、あります。くすぐりが強い時期？ありません。なんか、波があって。いやいやいや。何ですか？どんな、コブラチームの使ったジョジョのゲームみたいな、バイオリズムがこう来てる時絶好調で。なんか、はい、バイオリズムが絶好調の時があって、すごい。なんかもう無敵の時があったんですよ。はゆみさん、スタンド使いみたいな。なんか、どういうこと？いつの間にか弱くなっちゃったんですよね。なんか、本当に本当になんか、気がついたら弱くなっちゃって。ほろろ。え、住田さんは強いんですか？僕、すっごい弱いよ。あ、すっごい弱い。そうなんですね。でもなんか、くすぐったいってなんか結構メカニズムがあるみたいで、整体の先生が言ってたんだけども、はい、この脇腹、押してふえってなる人って、これ、はい、肩かなんかが全部繋がってるみたいで、肩の神経みたいなものが。そうですね。肩こりがある人って脇腹が弱いんだ。あ、じゃあなんかくすぐったい人は積極的に肩を揉んであげましょうっていうこと、ね、そう、なんか大変らしいよ。な、中村とか、脇腹とかやると、ひょわーって言って、飛び跳ねて、その後なんかすごい、鬼のような行動。なんか、可愛らしいですね、まだ。はゆみさんなら許される。大丈夫。え、ほんと、今度それやれってことですか？大丈夫、大丈夫。はゆみさんなら許される。で、でも中村さんなかなか脇腹をね、固めてますからね。なかなか隙を見せないですよね。そうそう、じゃあ、隙やりってこうやるとね。はい。で、誰に言われたんだって言って、すいだって言ったら鬼のような様子になる。そこは黙っててもらえると。あ、わかる。そこはでも、ちょっとなかなかね、杉田さん、うん、あ、じゃあ中村さんの隙をつくなんて、すごい難しいんですよね。やっぱいつもなんていうんですか、鉄壁の。守りに、なんか、いや、案外横からの攻撃に良かったです。そうそう。私、中村さんの横全然座ったことなくて。本当。だから、いつかじゃあ、うん。虎視眈々と、そうそう、チャンスある。チャンスあるよ。案外高い声でね。あいつ、テントウムシ見つけたけど、うわぁ、テントウムシだーってやってた。本当ですか。聞きたいな。中村さんの低い声しか聞いたことないですからね。高い、声高いのよ。そうなんですか、うん、なんか、エスカフローデのエンディングとか歌わせると声高くなる。高いんですか？そうそう。全然知らなかった、うん。中村さんってもう低い声のイメージしかないですもんね。そうそうそう、本来は声高いのよ、あいつ。え、そうなんですか、うん、いつもなぜじゃあ声低いんですか？あれ、疲れてんじゃないの？あ、もう低体温みたいな。今普段をこう温存しておいて、いざという時に芝居用にドカーンって持ってくるんじゃないかな。ただでさえ今ほら、グリズリーとかほら、カロリーの高い。いろいろね、役やってるから、ね。そうから、そういうことなんですね。うん、そんな早見さん、やってみたい役ある？今後。ああ、やってみたい役ですか。そうですね、もう。あ、めちゃめちゃ面白い、テンション高い役。テンション高い役。はいはい。あとは、結構大変だよ、テンション高い役。高い役大変ですよ。私結構。振られるけど。そうですね、杉田さんテンション高い役やられてること多いですもんね。うん、
ハイミさんが。おとなしい役とか多いですし、うん。お姉さんとかもやる？お姉さんもやってみたいです。もっとすごいお姉さん。はい、なんか、普通の身近なお姉さんはありますけど、うん、あの、色気が多かったりとか、はいはいはい、ザ・お姉さんみたいな人は意外にあんまりないかなっていう感じはありますね。はいはい、あとは何だろう。なんか、幼女とかはあんまりないですかね。子供ね。はいはい。うん、ないですね。いやいや、子供ね。あ、そうですね。私でも、結構昔から、うん、もう中学のオーディションの時から、うん、一番初めのオーディションが、赤、う、霊、ん、とかあって、タリタリとか撮ってくださってる、明田川仁さん。あ、仁さん。が、一番初めのオーディションだったんですけど、はいはい、もう中学、高校くらいの時のオーディションから、うん、もうちょっと若くって言われたんですよ。ねえ、もうちょっとね、若くね。そうなんですよ。カチッカチッって、トークバックのカチカチって。トークバックで言われて、もうちょい幼くとか、もうちょい若めでって、すごいずっと言われてて。俺なんか何にも言われないで、なんか、あの、別の読もうかって言われて。そういうのはありますね。なんでこの16歳主人公をって言って。頑張って受けるぞって言ったら、あの、別の読もうかって言われて。あります。あんたこっちにしようみたいなのも。こっちねって言われて。こっちこっちみたいな。じゃあなんで今見ましたんだよ。あります。何のコメントもねえじゃねえかって。すごいあります。じゃあ杉田さん、こっちのロボを読んでください。ロボって。人間じゃなくなったみたいな。よし、やってやるって言ってた。そういうのだったりとかするので、うん、なんか面白い役とかもやってみたいな。僕なんか喋るグッズが出るものをやってほしいな。喋るグッズですか？あの、なんかぬいぐるみとか押したら早見さんの声で喋るとか。あうん、あ、やってみたい。全然やったことないですね。マスコットっぽいキャラクターとか。あ、そうですね、うん。目覚まし時計しかやったことないですね。大、う、体、んうん。確かに、そういうのも面白い。そういうの見てみたいな。そうだ。この鬼、はい、あ、いや、この猫が喋る。ちょっと、今、杉田さん、なんて言いました、ちょっと。んいや、聞こえんな。ちょっと、うん、猫ですよ。うん、これ、どんな声で喋るのこれ。これ、どんな声だろう、うん、なんか、あー。こんな声かなーみたいな感じですかね。杉田さん、今日は来てくれてありがとうございますみたいな。いやいや、こちらこそ。なんか仲間が出てきた。